川に宮城ひこもかです。今日は朝10時半なんですけど、皆さんと一緒に楽しんでいけたらなと思っています。よろしくお願いします。せーの、ミヤモー。はい、ジャンピンのいつも前向きな女の子、荒木瀬奈です。今日はこのイベントを自分の夏休みの思い出にできたらいいなと思います。よろしくお願いします。せーの、せーの。はい、ジャンピンの小動物、ひどるるかです。私は小さい時から毎年このイベントに来ていて、工作するブースが好きなので、今年も工作をしたいです。よろしくお願いします。せーの、ルルカー。はい、ジャンピンの清楚な女の子、辻井ささらです。今日も可愛い笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。せーの、ささー。はい、ジャンピンのアウトドアが大好きな女の子、小川優奈です。今日も元気いっぱい笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。せーの、ゆいなー。宮城ひこもかです。今日もニコニコ笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。せーの、ななこ。はい、ジャンピン1位、まつげが長いパッチリおめめの秋山凛香です。今日も元気いっぱい笑顔で頑張ります。よろしくお願いします。せーの、りんか。はい、ジャンピンのムーブメーカー、やくれなないです。今日は皆さんを笑顔にできるように頑張ります。よろしくお願いします。せーの、なない。おっちょこちょいな女の子、石川優です。今日も皆さんに元気と笑顔を届けられるように頑張ります。よろしくお願いします。せーの、ゆうお。はい、それでは早速最初の曲に行きたいと思います。最初の曲は私たちのデビュー曲、ジャンピンラララパノラマです。それでは聴いてください。ジャンピンラララパノラマ。北陸新幹線のことがたくさん詰まったけど、はい、どうですか？そう、私たちが入ってきた時になんか「ねえねえ」って言われたのかと思ったのが、皆さんから見て右側に羊がいるんですね。なんか羊がいて触れるらしいんですけど、どうぞ何どうぞそう本当にこんな感じでねーみたいな言われたと思ったんですけど、そんな感じでたくさんのブースがあるんですけど、ブースが3つに分かれていて、環境フェアのブースと近未来の環境技術展と石川の里山里海展の3つがあるんですけど、ぜひ皆さんも24時間テレビのブースだけではなくて、本当に自分の手で体験できたりとか、暮らしに生かせるブースがたくさんあるので、ぜひ皆さんもこのステージが終わった後にぜひ回ってみてほしいなと思います。それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲は「スーパーヒーロー」です。この曲は一人じゃないよ、助けようという思いがこもった曲です。そして次に聴いていただくのは「おもてなしレインボー」です。この曲はおもてなしの大切さをジャンピーのポップさと楽しさで彩った曲です。それでは2曲続いて聴いてください。スーパーヒーロー。「なんと鳥 T シャツは史上初のシューデザインがあるんです。イエーイ2つのデザインがあって、1つ目はセナが着ているデザインと、2つ目が笹が着ているデザインがあって、今年はなんと4色もあるんですね。すごいカラフルだよね。そしてこの鳥 T シャツにはすごい意味が込められているんですけど、教えてもらえますか？友情、人生、人とのつながり、この4つが込められているそうなんです。そして誰か後ろ見てくれますか？この絵なんですけど、渡辺直美さんとSexyZoneの方が自分の手で描いて支え合いを表現しているそうなんですよね。可愛いだけじゃなくてすごい夢が込められていますね。24時間テレビにぴったりだと思います。そうですね、ぜひね、今着ている方もいらっしゃると思うので、ぜひ皆さんお揃いで着れたらななんて思いますね。はい、でそんな人とのつながりでたくさんの人と出会うのはワクワクしますよね。はい、そんなワクワクした人生を応援しようという曲の「ワクワクエスト Go4It」を歌いたいと思います。それでは聴いてください。ワクワクエスト Go4It。ブースの中もゆるっと1周とは言わず23周とたくさん回ってみてください。私たちは石川県の皆さんもちろん全国の皆さんに元気と笑顔を届けられるように頑張るので、皆さん応援よろしくお願いします。